どうも、まさやんぐのひとりごとチャンネルにようこそということで、今回はですね、このソリッドステートのこの有名なんでしょうか、この4機種を、僕のが気に入ったね、この4機種を引き比べしていきたいと思います。ノミネートはヤマハの、GA15-2、フロントマン 10G、フェンダーのフロントマン 10G、マーシャルの MG10、ボックスのパスファインダー10。10が多いですね。まあ、10ワットやからか。はい。な感じで、引き比べをしていきたいと思いますので、まずじゃあ、それぞれの音を聞いてみてください。でしょうか。でね、またちょっとね、これ順位をね、ミニアンプでもやりましたけども、順位をつけていきたいと思うんですけど、これ難しいですね。本当に好みなんですけど、だから僕の好みです。それぞれ皆様の順位つけてもらっていいと思うんですけど、ぶっちゃけね、これが著しく悪いっていうのがなかったです。だからもう本当に好みになりますので、まあ、僕の順位は参考程度にしてみてください。じゃあまず4位から発表していきたいと思います。4位はですね、じゃじゃん、マーシャルです。はい。これはね、シンプルに、その僕がマーシャルのその歪みの音、DSL-1 みたいな真空管で、ややクランチみたいな音が綺麗なやつだと僕結構好みだったりするんですけど、結構これがっつり歪ませて楽しむ系のアンプだなと、思いますので、好きな人は好きだと思いますよ。マーシャルこのアンプの音が悪いわけじゃないんですけど、マーシャルの音でそんなに僕は歪ませて弾かない傾向があるので、ちょっと順位的には4位という形になりましたっていう感じですね。はい。じゃあ次第3位ですね。これ今やりながら考えてますけど、第3位は、どうしよう。これかな。ボックスパスファインダー10ですね。これもね、音的には悪くないんですけど、これも、前動画出してますけど、若干ね、音作りが難しいと思います。どこのつまみの位置にしても、いい音みたいな、ではなかったりするので、結構ちょっといろいろね、試行錯誤しながら、音作りしないといい音にならないという点で、第3位になりました。でも音的にはね、ちゃんと音決まったら、音的にはすごい、良い音になるので、悪くないと思います。はい。ね、初心者用アンプでよくね、見かけると思いますけども、クオリティ高いです。はい。で、その次、第2位ですね。第2位は、ヤマハの、GA15-2 ですね。はい。GA15-2 は、これは本当にね、初心者からクロートまで、結構おすすめですね。ほぼ、つまみの位置どこにしても、そんなに変な音にならないっていう感じ。で、かといって別にイコライザーが聞きにくいとか、聞きが悪いとかいう意味ではなく、聞くんですけど、なんかどこにしてもなんか、そつない音が出るっていうところで、良いですね。で、まあ、このレビューの時も言いましたけど、癖が、
ない。もう、それぞれ、まあ、他のメーカーのやつはね、そのメーカーの癖があるんですけど、このヤマハのやつは、何々っぽいっていう癖がね、ほとんどないんですけど、なぜか、すごく心地よいギターサウンドになっているというと、点が、2位に入った理由ですね。はい。歪みもクリームも素晴らしいと思います。はい。で、1位ですね。1位は、フェンダーのフロントマン 10G です。これ完全に僕の好みです。はい。フェンダーの音が大好きですって感じですね。まあ、これもですね、まあ、僕はクリーンで使うのが好きなんですけど、まあ、歪みの音もそんなに悪い音ではない。そんなにというか悪い音ではないです。はい。まあ、ですが、まあ、クリーンの音ってなんかチャラニーンっていうなんかフェンダーっぽい。ちょっとね、フェンダーっぽい癖がある、音を、安く楽しめるっていうところで、すごく、良いので、今回1位になりました。が、最初にも言いました通り、どれもね、もう本当に人の好みで、順位が大きく変わるものばっかりで、甲乙つけがたいので、この4機種、もう本当に、どれ買っても間違いないと思いますので、なんか、家用アンプで、いいの欲しいなと思ったら今回のね弾き比べの音とか聞いて、ぜひ参考にしていただければ嬉しいかなというふうに思います。でね、このチャンネル結構その真空管アンプをね、いろいろ弾き比べるっていうのをやってきましたけど、ソリッドステートはどんなもんじゃいと思っていろいろ買ってってみたんですけど、悪くないですね。うん、やっぱりちゃんとしたメーカーから出てるものはそれなりのクオリティをキープできているんじゃないかなと思いますので、なんか、まあ、真空管アンプね、大きいものが多かったりとか、重かったりとか、持ち運びとかね、メンテナンスとか、いろいろ大変なところが多いので、なんか気軽に練習するアンプとして、こういうソリッドステートのアンプを、なんか一個持っておくと良いんじゃないかなと思ったり、いたしました。ということで、今回は以上で終わりたいと思います。何かありましたら、コメント書いてみてください。で、動画良かったらグッドボタンを押してください。じゃあ、バイバイ。